皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました日本共産党ここ東京選挙区選出の代理人、テレヨシコでございます。日本の来年は再選まではあと半年、参議院選挙まではあと8ヶ月、もう1年を切っています。何としてもここ東京選挙区で再び勝ち抜いていく決意です。どうかよろしくお願い申し上げます。思い返せば先般の参議院選挙では皆さんと共にですね、24時間死ぬまで働くと、若者を使い潰すブラック企業を自由にしたい、そう言って国会に送り出していただきました。それからもね、また5年目に入りましたが、私国会では国会のことにこの問題を取り上げてきた。先ほど小池晃さんからも紹介いただきましたけれども、2015年には安倍首相と直接対決して違法を繰り返す企業の名前を公表しようと迫って、それを実現することができたんです。ぜひですね、皆さんお帰りになったらインターネットで検索をしていただきたいと思います。厚労省ブラック企業企業名、そしたら厚労省のホームページに出てきますから、先ほど言った440社労働法違反で書類送検された企業の名前、これ公表されているだけではないです。やはりこの制度があるというのが重要で、先日三菱電機が違法な長時間労働の原因となっている裁量労働制を廃止したとニュースがありましたが、それは厚労省の企業名公表を避けるためだった、そういう報道もあったんです。でこの企業名公表というのが確実に現場のブラックな労働をなくす力になっているのは間違いない。そしてこの制度が実現したのは私日本共産党寺田由子の質問が聞こえたことで間違いありません。このようにですね、やはり私の引っ張りではこの実現ができなかったのも事実です。やはりこれを求める国民の世論がありました。そしてブラックと呼ばれる職場で諦めずに声を上げる労働者の戦いもありました。例えばその質問の中で取り上げたのがスキヤの事例です。当時スキヤはワンオペと言われる一人体制の深夜労働などを強行していて、それでは大問題になった、問題になった中で改善しなければ得なくなっておりました。でその改善する際にスキヤが出した報告書を私質問の前に読んだんです。でびっくりしたのは、その間スキヤに対して労働基準監督署からは2年の間に104件もの不正勧告が出されていたといいます。さらに驚いたのは、それだけ多くの是正勧告が出されていたにもかかわらず、スキヤでは取締役会等でその問題一度も議論もしていなかった。もし最初に是正勧告が出されていたその時にちゃんと議論がされていた、もしくは2回3回と繰り返されたその時に企業名公表されて社会問題化していれば、もっと早くに改善されたのではなかったか、もっと多くの労働者が助かったのではなかったか、こう安倍首相に切り込んで迫ったんですけれども、そしたら首相は何と言ったか、当該基準は相当悪質だ、こう当該さんです。一国の首相が一企業に対して相当悪質なんていうのはめったに出ないと思います。それを安倍首相が言わざるを得なかったのは、やはり104点の是正勧告、スキルの中でこの問題労働環境を何とかしたいと述べる100人の労働者は立ち上がり労働基準監督署に駆け込んだ、これが力になったのは間違いない。諦めずに声を上げれば、首相も政治も変えられる、職場も変えられる。でも、ぜひとも皆さん、諦めないで声を上げて、答えはありませんか。そして、みんなで
ということです。それは、労働者だけじゃなくて、やはり企業のためにもなると思う。だってね、労働者の賃金が上がって自由な時間が増えれば、それだけ消費だって増えていくでしょ。消費が増えれば経済が、良くなっていく。日本経済が好循環していく。そのためには、一社だけがホワイトになるんじゃダメなんです。日本中の企業がホワイトになっていかなければならない。だからこそ、ルールが必要。ブラック企業をなくす。できれば、一日の仕事が終わってから、次の日の仕事始まるまで、一定の時間を空ける。インターバルとするとか。日本中に蔓延している。年間の相談件数7万件上っている場合や、このトラブルについて、規制法案を作るとか、こういうブラック企業をなくすためのルール、これを与党共通の政策にしていってですね、来年の参議院選挙、公正的に戦っていこうではありませんか。よろしくお願いします。与党共通の政策と申しましたけれども、このブラック企業ゼロ、これは今の安倍政権にできない、これはもう明らかです。実際、さっきの国会では、働きとか改革のように、ブラック役の法案が押し通された。月100時間もの超長時間残業を認めたい。残業代ゼロ、認める中身です。残業代ゼロ予制度、高度プロフェッショナル制度に至っては、ただ残業代全部すればいいじゃない。毎日24時間、年間6000時間、働かせ続けても、違法にならない。そういう労働者を生み出すという中身です。これじゃ、長時間労働なくならないし、過労死だってなくならないじゃないか。私たちは連日国会で追及しました。私もですね、この公共の対象者とされている金融アナリスト、コンサルタントの方々に直接話を伺って、長時間労働になっている実態を示しながら、これを野放しにするようなことではダメでしょうということを追及しました。しかし、それでも加藤厚労大臣は言うんです。いやいや、コープロ、嫌だって、断ればいいんだと。でもね、ぜひ考えていただきたい。加藤の職場の上司から、もしくは政治家から、あなたは明日からコープロだって言われて、はっきりと嫌だと断れる労働者、この日本にどのくらいいるのでしょうか。とりわけパワハラが横行しているようなブラックな職場であればあるほど、嫌だとは言えない。それが実態なのではないでしょうか。実際、法案に反対し続けた過労死家族の会の皆さんは言っているわけです。過労死するのは特別なことじゃないです。あなたの隣の人が死ぬんです。あえて言うなら、特別、責任感が強くて、真面目に働く人が死ぬんです。人間、機械じゃないんです。それこそ、毎日24時間働き続けたら、確実に体が壊れる。だからこそ、嫌だとも言えずに、真面目に働くその人の命を守る。それが、政治の果たすべき役割なのではないでしょうか。にもかかわらず、私たちは、この責任を放棄して、働く方改革を主張した。しかも過労死規則の目の前で法案が採決されるとき、私委員会室に行きました。ずっとこれ傍聴していた過労死規則の皆さん、目に涙を浮かべて首を振り続けていた、あの姿忘れることができません。翌日本会議場では初めて国会を傍聴したというあの電通で過労死した高橋真澄さんのお母さん、あまりに広い賛成討論を聞きながら、手にした祭りさんの遺影に向かって、祭り、これが日本の姿だ。お前を追い詰めた国の姿だ。語り続けたとおっしゃっていた。賛成討論に立った自民党の議員は、本会議場で、最後の最後まで遺影を持って傍聴している、その過労死規則の皆さんの子、一度たりとも見ませんでした。
ろしい。仰向けできるような法律を一つと。罪、公明意志。あれは、補充するべきです。ただそれでも、家族の会、彼の種族の皆さん、諦めてないんです。法案が通された直後の記者会見、私のお話聞きに行きましたが、その中で、おっしゃっていた、口々。私たちはこれからも過労死を防ぐための活動を続けます。労働者の命を守る社会を作るので諦めません。だから私もここで諦めるわけにはいきません。もっとしても労働者の命を遺体にさらしている安倍政権、どうして命を守る政治を作りたい。その仕事を私よろしくにやらせてください。来年の参議院選挙、必ずこの東京の立場、一体、参議院選挙を行ってください。よろしくお願いいたします。それにしても、許せないのは安倍政権です。非常、密造、ある真相。まあ、公文書がね、まさか改ざんされる、それを目の前で見ると私、思ってもいませんでした。自分のお友達のために業者を選べて、でそれを国家で救済と預かって部署まで偽造する、どんな嘘と誤爆しが分かれているのか。しかもそんなことをしている安倍首相が私の総選挙で参戦すると、で内閣を改造して改憲を目指して真っ白、まあ、ただこの内閣改造の期待とするので世論調査では期待しているとおっしゃる方が 8% にとどまっているという話ですが、まあ、それは違うはずで、まあ、小池晃書記局長は徹底している一定とおっしゃってましたけれども、菅官房長官や麻生財務大臣など主だったところは全く変わってない。で新しいメンバーを見ても、まあ、その中にも本当に広い塩山新文科大臣にとっては教育直後が強くなったら、アレンジすれば、道徳教育で使えるなどという発言まで飛び出した。でもね、戦前、若者を戦場へと送り出す、その中心的な役割を果たしたのが教育直後です。真の思うに、天皇が守護に立ち、国民のことを真に、私の家来だと言う。国民主権を否定しているのが教育局。いわゆる特別。我が家の孝子、兄弟、友達と仲良く、何も愛をし、こうした特別を進めて、天皇への忠義を果たすためなんだと。そして、一般関係であれば、自由公に申し持って、天上無形の幸運を放置すべし。そうすると読めるようになったのが残念なんですけれども、そういう一旦何かあれば天皇のために命を差し出せと説いている教育直後、戦後の民主主義を尊重する真っ当な政治家であるならば、すごく真っ当なことは口を下げても言えないはずです。私、木下子、参議院一般教科学委員でございますので、こんな暴言絶対に許さない。前線の先頭に立つ決意でございます。毎日こういう教育直後乱戦するわけでは、 LGBT 生産性のない子供が行うは生産性のないなどっていう発言を含めて、まあ、個性を踏み切っていつか来た戦争への道を突き進む安倍政権に憲法を改正するわけにはなりません。首相はこの秋にも会見を提出するなどと意気込みと言いますが、まあ、そうはさせない。何しろ国民の世論調査どの結果見ても多数が今国会に関係を提出すべきでないと言っているわけです。南北首脳会談、米朝首脳会談実現していく中で、武力じゃない対話の力で対話が作れる、それがもう見えてきている。そういう今会見なんか必要ないというのは明らかです。だからこそ、ぜひとも皆さん、胸を張って堂々と、今こそ救助、その声を上げていきましょう。賛成の署名を集めていきましょう。そして、やっぱり、会見となるためにも、
選挙に出なくてはなりません。先日、クラスター中に沖縄では県知事選、完璧ギリギリ自民党の候補者を破って小野田武史前知事に意思を継ぐ玉城デミーさんが発症した画期的な勝利です。これ、全国に広げれば必ず政治が変わられる。あの政権の賠償、止めていくのではありませんか。何よりもこの沖縄の選挙での勝利というのは安倍政権の強権政治に対する脳の進歩だというのは明らかです。私も選挙中に沖縄に行きました。ちょうどあの右岸地大集会、小野田美希子夫人が出てきてスピーチした時に行きました。美希子夫人頑張っていようと思った、静かに結果を見守ろうと思ったけれど、決まりに今の日本政府のなさることがひどすぎるから、オールジャパンと言って介入してくるから、まあ痛いと涙の応援演説を連れた時に、もういっぱいともに県民の思いを私も感じました。だいたいあの時相手候補は悔しい優先の公約だった。でも沖縄で暮らしを語る時に米軍基地の話をしないのは面白いですよ。一方私も普天間基地など改めて見てきましたけど、ショックだったのは普天間基地のゲートのすぐ横に公園があって、その公園に近くの保育園児たちが遊びに来ていたんです。ちょうどこんにちはって元気に笑顔で私に手を振ってくれまして、その姿を見ながら私は自分の3歳になった息子の姿と重ね合わせて恐怖に震えました。この子たちに何かあったらどうしよう。だって何も起きない保証どこにもないじゃないですか。この間だって小学校にも保育園にも大軍機から部品が落下した、それで事故だって相次いで、大変の犯罪だって横行している。それでもなお大軍機が沖縄の空の上を飛び回っている。記事が聞けると隣に合わせ、お返しを強いられているのが沖縄県民です。その部品が落下された、沖縄の南側から保育園に通っているお母さんはおっしゃっていた。あの事故の一報を聞いて、涙を流して不安に震えて、お迎えに行って、無事の我が子の姿を見て、また涙が止まらなくなった。だから、こんな危険が、普天間基地はいらないという。でも、それだけじゃない。辺野古にも基地はいらないんだっておっしゃるんです。安心、安全な沖縄の空にしてほしい。このシンプルな願いを叶えてほしいだけなんだとおっしゃっていた。こういう安心、安全な空、当たり前の切実な県民の願いを胸に握っていなさいとは、普天間をなくす唯一の解決策が辺野古だという。普天間か辺野古か、基地をなくすのか、料金か、理不尽な選択を県民に押し付けて、県民を分断して、対立を持ち込んできたのがあの政権、なのに平気で暮らす優先とか、対立ではなく対話なんて言いながら、今回丸の解決策を定格して、いくつも組織選挙をやってきた。そういう安倍政権への怒りが爆発したのが今回の選挙だと。続く先日の富野市区長選でも干渉した。もう沖縄の民意は明らかです。ちなみに辺野古にも行きました。辺野古の海、工事が止まって、あの小川武前知事の埋め立て処理撤回で美しい景色が、辺野古の景色が戻ったと地元の皆さんが言っていた。玉城デミー新知事は先週安倍首相と会談しましたけれども、小野田前知事の時、安倍首相と会うまで当選してから4ヶ月かかったのを思えば、もう画期的な前進、この選挙の結果が確実に政治の政権をも動かしている。だからこそ、選挙で勝っていくのではありませんか。みんなが解散参議院選挙、勝利を向けて力を合わせてまいりましょう。これ力を合わせる。これが選挙で
地元の江戸口恵子さん、そして私、共産党の記録、幕僚の女性議員が決まって、玉城県議の勝利を訴えた。幕内だけじゃダメだからと。どこまで向かい込んでも訴えようということで、マイクを握って、時間が許す限り、最終的に残ったのが、社民党の福島みずほさんと、自民党の森友子さんと、江戸口恵子さんと、私、記録4人だったんですけど、もうアナウンサーに、マイクを渡すのもやらない、移動中も全部自分たちでマイクを握って、今週の万博女性4人組とか言いながら、昨日の日中ですね、やって歩いたんですけれども、その思いは一つです。なんとしても勝つんだ、安倍政権を倒すんだ、こういう共闘、野党の共闘が勝利を勝ち取った、そういう政権があったと思う。でもこの野党共闘をぜひとも前に進めて、安倍政権を決定すべし、止めていこうではありませんか。政権も必ず止めてまいりましょう。まあ、ところで、強権政治といえば、それはやはり沖縄だけではありません。この東京でもありますよね。特にここ中国で言えば、築地市場の閉鎖、当初への移転の問題です。この10月、ついに東京とは強権的に築地を閉鎖し、当初への移転を強行した。6月の時点での当時の地下水の調査でも、観光基準の170倍もの便箋が検出されているのが現実で、便箋だけじゃなくて、検出されてはならない資料の水準まで出されている。しかも、民家が倒された直後にも、10箇所以上のひび割れとか、地盤沈下とか、地下水噴出まで起きている。農水大臣だって、私が国会で質問したときには、汚染の除去ができないもので、市場の改造というのは、その件知らない、答弁していたんですよ。にもかかわらず、この食の安全、安心の問題、何一つ解決されていないもので、私が協会的に、投資新市場を改造したことは、絶対に許すわけにはいきません。しかも、ストレス市場を改造した後も問題が噴出している交通渋滞とか、水はけが悪いとか、さまざまな問題を聞いているわけですけれども、また、ひどいもの、駐車場が足りなくて、で、生鮮食品が屋根のない路上に放置される事態になっている、そこに置くしかないという状態になっていると、信じられない事態、こういう問題点に対してね。東京都の行政の皆さんの声を真摯に受け止めて、一刻も早く、この問題一つ一つ、丁寧に解決することを求めていくものです。そして、やっぱり、問題だらけの私じゃなくて、市場は築地が一番だと。何より、築地は日本の誇り。私も年末のお正月の買い物は築地で、に行ってるんですけれども、まあ、そこでは施設の料理全部揃うわけですけれども、世界に誇る築地ブランド、日本の食事家の発信地ですよ。この歴史ある築地市場の開花、歴史基礎点じゃない、そうじゃなくて、この文化をどう守っていくのか、それを、その役割を先に発揮させるためにはどうすればいいのかということを、一刻も早く、中央区の住民の皆さんだけに、築地の思想の関係者の皆さん、合意に基づく取り組みが必要だと思っています。ぜひとも、今からでもまだまだ不足はない、築地を守れ、解体工事はやめるという、その区民の声、来年の県警編成から示していこうではありませんか。県会の中でも、築地に相続で、やっぱり全てのものが日本共産党です。ぜひとも、よりも全員、貸し取らせていただきたいと思います。そして何しろ、そうした中央区議団の本当にでも分かる通り、この強権政治と真っ向から戦っているのは日本共産党だと、このことも私、強く訴えたいと思います。実は私、沖縄に行った時ね、沖縄の皆さんに褒められたんです。いいスピーチだったわ、すごい元気もらったわ、よく沖縄のこと調べてるわねって。でも、それは私だっていうより、日本共産党が褒められたんだと思ってるんです。というのは、日本共産党、それこそ、アメリカ入りなり、
再開っていうための日本の政治を変えていこうと、国民が主人公の政治を作ろうということをこういうように書いて訴えている政党です。だからその矛盾が一番集中している沖縄の問題にはだけでも早く一夜早く寄り添って取り組んできた、そういう日本共産党の議員だったから私も沖縄の問題自分のこととして取り組んできたし、自分の言葉で現地で話すことができたと思って、実際今沖縄県では政党支持率見た野党の中のランクスタップの日本共産党どの国よりも信頼をされている、その信頼感の源はそのさっきのアメリカ言いなり財界言いなりを許さないって共産党の政策があると同時に、やはりね日頃の日本共産党の市民と結びつきの大きな役割を果たしていると思うんですね。実は私も国会議員になってここ6年目ですけれども、いろんな皆さんの声を国会に届けてまいりました。ブラック企業で苦しむ人々、さまざまな問題で苦しむ人々の声です。その苦しむ人々のそばには必ず日本共産党員がいたんです。党員の弁護士とか党員の労働組合員とか、そして地域でその悩みに寄り添って聞いてあげる、ある時に温かい食事を出してくれる地元の党員の皆さん、議員として今後ね、いろんな法案、いろんな問題取り組んできましたが、どの問題を取り上げるときも現場で戦う党員がいて、現場で戦う議員団が、地方議員団がいた、一人じゃない、みんなの力で政治を変えるのが日本共産党。それこそ中央区議団のね、築地の問題だけじゃなくて、入学時の受験の前倒しの支給とか、民間保育所の整備とか、小規模特養ホームの整備とか、まあ、そうしたものは国と共に実現してきたわけですよね。あの小中学校の教育館のエアコン設置、あの23区、まあ、なんか先立ってあの実現したということですけれども、あの私、勉強はいいので、こう、調べると、あの東京東京全体で学校教室のクーラー設置率は 99% なんです。ただ体育館のクーラー設置率っていうのは 8% にとどまっている。その 8% の中にこの治療区が入っている。これが日本共産党区議会の重要な実績ではないでしょうか。そして、そうした実績を実現させてきたのが4人の区議の皆さんですよね。まあ、先ほどからお話ありましたけど、はじきに挑戦する区議団長、小栗千代子さん、先頭に、もう築地のこの前は任せるの、島田隆さん、そして、メンバーに強く区民と頑張る方がいました。子育てしながら区議会でも奮闘している、小栗昭子さん、誰一人欠かせない、中央区の貴重な手軽な議席、もうやっとしても、自分全員の勝利、勝ち取っていこうではありませんか。そして、それからその勝利のためにも皆さんにお願いして、今日日本共産党に入っていただいて、ぜひとも共産党に入っていただいて、支えていただきたい、勝利を勝ち取らせていただきたいと思うんです。日本共産党員として、もう歌いました。小栗千代子さん、渋谷隆さん、そして加藤宏さん、奥村明子さんの4人と、そして、参議院、東京選挙区の私、今日は吉木まで、5人、3人、楽しみ、楽しみとしていただきたい。